皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日は視聴者さんからいただいたお便りをお答えしていきます。あ、質問に答えていきます。で、毎月3回ほど性別系の話をしようっていうことを言ってたんですけども、だったらね、もう曜日で決めちゃった方がいいかなと思って、そしたら毎週月曜日にします、多分。で、早速読んでいきます。はじめまして、いつも楽しく拝見しております。私もカノンさんと同じように性別を変えたい人です。あ、なるほど、まだ性転換してないということですもんね。私の知り合いが1年前に性転換して女性になったんですが、話を聞くとすごく性欲が上がったと言ってました。カノンさんは以前性転換すると性欲が落ちると言っていたので、あれって思いました。人それぞれってことなんですかね。よかったら動画にしてもらえると嬉しいです、とのことです。そうなの？性欲上がるんですか？ごめんなさいね、しらじらしくてすいません。いや、今まで話してる動画の内容って基本的に私は個人的に感じた体験談をただベラベラね話してるだけなんで、かなり他の人とは違う部分もあると思うんで、今回は私の感じた体験談にプラス私の周りの元男の子フレンドのお話を混ぜ合わせてお話していきます。いってみよう。2ポイントにまとめてお話をします。まず1つ目が性別を変えた後の性欲の有無って言うんですか、あるかないかみたいな。で、2つ目が、あ、ダメだこれ、自慰行為をするかどうかのこと。ごめんなさいね、私は以前の動画で性別を変えた時、まあ要はお金玉を取ったら男性ホルモンが出る期間が体からなくなっちゃうから、もう性欲ありませんよって、私は人間的な本能失った人ですってね言ったんですけども、人それぞれなんですよね、正直言うと。で、私はむしろ女装時代、なんて言うんだろう、もう前装備時代ですよね、体のポコチンとかいろいろな金玉が、その時は本当にもう性欲ありました。むしろちょっと強かったんじゃないかなと思って。どういうところで強いかっていうと、人に恋愛感情を抱くとか、まあそういう部分ですかね、エッチをしたいとか、なんかそういうのはねあんまなかったんですよ。もう本当に劣等感が強かったからっていうのと、自分のこの体を見られるっていう恥ずかしさから、全くって言ってるほど私はそういう行為をしたことはほぼなかったです。私もう本当に最低だなと思ってんですよ。2年間同棲してた彼氏がいたんですけども、そういう営みっぽいことしたのはたったの2回なんですよ。やばいっしょ。多分だけど、私の性欲の全盛期って高校生の時だったと思うんですよね。こういう女の姿になってイチャイチャしたいみたいな、それはありました。なんで今なくなっちゃったんだろう。そして私の元男の子友達は青木とね真逆みたいなんですよ。男性時代の時は性欲はもう劣等感から来ているのかゼロって言ってて、で、性別を変えた後はなんかその呪縛からね解き放たれたのか、もうバンバンエッチをするって言ってて、なんか1週間に2、3回はむしろいろんな人と、え、これ大丈夫なのってね、私はすごい思うんですけども、まあそんぐらい今は性行為に明け暮れてるみたいです。ね、本当に。あ、そこで私が思ったのは、本能の部分とはまた別のところが働いてるのかなって思ったんですよね。男性ホルモンがなくなったから男性的な性欲を失われるわけじゃないですか。まあちょっとね、私お恥ずかしいですけど、生物学上男性なわけですよ。そのお金玉を取ったら男性的な性欲なくなるわけじゃないですか。でもね、私のその友達はこう性欲がバンバン出るっていうから、本当に人それぞれっていうことです。そして2つ目、自慰行為ですよね。こんなテンションで言うのもどうかと思うんですけども、まず私みたいな性別を変えた人っていうのは、前の性別時代と今の性別時代どっちもこういうことやってたのみたいな話になるじゃないですか。まず結論から言っちゃうと、私は実はやったことないんですよ。信じがたい話じゃないですか。ちょっとそれにはもうすごい重要な理由があって、まず男子時代の話なんですけども、こういう自慰行為をやっちゃうと精子作れって体がなるわけじゃないですか。そうすることで私が今よりももっと体ごつくなっちゃうんじゃないかとか、毛深くなっちゃうんじゃないかとか、いろいろ不安があって全くやりませんでした。女になった今も、まあ、さっき言った通り私は性欲が全くないんでやらないですね。私にそんなこと言わせます？そりゃもう私の友達はいろいろやってますよ。気持ちいいって言って、でも、いや、夜眠れねえなーって言ったら、ウェーイって言って、それでバタって寝たりとかね、もうそういうことです。いかがだったでしょうか。こんな感じで毎週月曜日はこういうテイストの動画を出していこうと思いますので、ぜひ質問とかあればコメント欄にどしどし書いちゃってください。
もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル青木かのの秘密箱は毎週土日に更新してますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。また次の動画でお会いしましょう。